6700型は日本国有鉄道の前身である鉄道員が1911年から製造した軽力列車経営用の国産テンダー式蒸気機関車である。本校では本形式をもとにして試験的に蒸気加熱器を装備した6750系及び本形式を加熱式に改造した B50 型についても記述する。 67421906年から翌年にかけて鉄道国有法により多くの私鉄が国有化され各社で使用されていた雑多な機関車が関節鉄道に編入されたがこれを受けて1910年に発足した鉄道院では国有化以後の標準型機関車の様式を模索していたその頃新橋工場長を務めていた 森彦行像が4から4から2系機関車を計画していることを知った鉄道院工作課長の島安次郎はこのクラスの機関車が求められているとして国内で生産することとした。しかし、車軸配置についてはこのクラスの機関車には重輪は不経済で無用という島の持論に基づき重輪を排した4から4から0系車軸配置とされた。 こうして計画されたのが6700系であり、細部の設計は、鉄道院時代に神戸工場で、アールカイトレビシックの下で、機関車製造技術を学び、自らも機関車設計に携わった川崎造船所の大田吉松が務め、製造は、川崎造船所と、汽車製造が行うこととなった。本形式は、 1911年から1912年にかけて46両が製造された。製造年次及び製造所別の番号は次の通りである。車軸配置4から4から0系の二気筒端式の飽和式機関車である。スタイルはイギリス製の香りを残しながらもドイツ流儀を取り入れたものだった。煙突はキャップのない単純なパイプ型で歩み板は シリンダの便出多いを避けて4回 U 字型に、屈曲していた。シリンダ直後からは1直線に運転台まで達し、運転台の下部で S 字型に下がって、淡水車、大枠上面と高さが揃えられた。1912年自車製造製の一部は、歩み板のシリンダ部の屈曲がなく、1直線に歩み板を通したものがあった。また、 1912年製の6716以降は、同輪軸橋 2591mm から 2692mm に延長し、重量も少し減少した。本形式の淡水車は、本来三軸固定式の水槽容量2672ガロン型で、あったが、一部は8700系の四軸ボギー式のものと交換しており、後年には、 9600系初期製造車のに、軸固定式と交換したものもあった。8700型と淡水車を振り替えたのは、次の18両である。主要初原6700系形式図発配置は、1911年製の6700から6715は、前車が、東北本線増強用に、東部鉄道管理局で、1912年製に、 ついては6716から6725、6731から6734が、東部6726から6730は、中部6735の6745は、西部鉄道管理局の配置となった。中部、西部の配置者については、東海道本線、山陽本線の増強用であるが、 詳細な使用状況はよく分かっていない。東部では、一関湖に多数が配置されて、急行、直行列車を牽引していたのが実験されている。西部配置のものは、後に神戸鉄道局の管轄となったが、1919年頃までは、梅小路姫路に配置されて、京都姫路間の列車を牽引していたという。1923年6月末時点で、 6735、6737、6740、6743 67から6745の6両が、山陰本線成分の浜田、残りの5両が、関西本線の亀山に配置されていた。1928年度から1930年度に、かけて、本形式のうちの27両が、加熱式へ改造され、B50 型となった。 残った19両の内大阪鉄道管理局所属の7両を除いた12両が1929年及び1930年に廃車となった。1933年6月末時点で2両は、追田4両は、岡山6742は、高取に配置され、いずれも入れ替え専用であった。これらは太平洋戦争後まで在籍し、 1949年から1951年にかけて廃車となった。民間へ払い下げられたもの、保存されたものはない。B502 神戸臨港線、オリエンタルホテル前を行く B50B50 型は6700型を加熱式に改造したものである。改造は1928年から1930年にかけ27両に対して行われた。 改造書及び、両数、新旧番号の対象は次の通りである。改造後は、シリンダがピストン弁に交換されたため、その部分の歩み板の位置がやや高くなり、第二線輪の上部でわずかに段差がつけられ、複雑に屈曲曲していた、前端部の形状も、お辻型に単純化された。加熱管寄せの関係で、煙室が前方に移動したため、煙突位置は、 シリンダ中心線からやや前にずれることとなり、煙室下部の左右には、蒸気管多いが取り付けられた。一部は、砂箱が増設されている。主要所元 b 5 0系形式図1933年6月末時点の配置は、名古屋鉄道局に0両、大阪鉄道局に0両、文字鉄道局に7両であった。名古屋局の10両は、稲沢で9車となっており、 相当荒廃していた。文字局では17と21を小倉工場と裏場で入れ替え用にしていたほかは宮崎、吉松で旧車となっていた。大阪局では11、12を東灘、残りを高取に配置して神戸臨港貨物船、和田三崎で使用していた。その後、名古屋局の重量は大阪及び広島鉄道局に転属し、 1943年3月末時点で、大阪局では、東灘、高取に加えて、姫路にも配置され、計17両が在籍。広島局では、広島、小郡、下関に、計4両。文字局では、吉塚と浦上に、計6両が在籍していた。戦後は、高取で戦災を受けた B5012 が1947年に、廃車され、B55、 7,9,14から21も1948年から1951年にかけて廃車となった。残った B51 から4,10、24から27は1955年3月時点でも東灘、高取で入れ替えようとして残り、6,8が龍下、11が北鍋鍋、22が和歌山で、第一種旧車、13、 23型カトリで第2支給車となっていた。入れ替え用のディーゼル機関車の開発が遅れたのが原因であったが、1958年には全車が廃車となった。民間に払い下げられたもの、保存されたものはない。67536750型は、6700型を基本に蒸気加熱器を装備したもので、 1913年に6両が川崎造船所で製造された。1911年に輸入された8800系、8850型などのシュミット式加熱器を装備した機関車の高成績から川崎造船所では将来、加熱式機関車が主流となることを確信し、学習のためシュミット式加熱器を輸入し、さらに加熱器の特許使用計を購入して、 それに備えた。鉄道員としても、飽和式機関車との比較検討のため、6700型をベースにして加熱器を取り付けた機関車を製造することとした。こうして発注されたのが本形式であり、正式となった6760系の線具といえるものである。本形式の設計も大田吉松が担当した。 基本寸法は6700系の6716以降を踏襲するが、加熱管寄せの取り付けのため、煙室は前方に張り出し、煙突の位置はシリンダ中心からやや前方にずれた。加熱機と同じくシュミット車製のピストン弁を使用したため、煙室下部の左右に蒸気管をいが取り付けられ、歩み板の位置が少し高くなった。炭水車は第二。 第三軸をアーチバー式のボギー台車とした型ボギー式で川崎造船所製の8850型と同じ形状のものである。主要六千6750系形式図1913年5月に落成した本形式は神戸鉄道管理局に配属され、柳津に配置されて山陽本線西部で使用された。その後、1920年頃には、 姫路、1923年頃には奈良に移り、1927年7月には仙台鉄道局に転用され、秋田に配置されて、上越北線で使用された。上越線の全通後は、1933年に、味じ沢に移って、五能線、さらに1936年には、野辺寺に移って、大港線で使用された。<music> 1943年、 6750、6752の2両は東京鉄道局に移って高島区で横浜港近辺の入れ替え専用となったが残りは大港区で営業用のまま1949年および1950年に廃車となった民間に払い下げられたもの保存されたものはないありがとうございます